2012年5月15日、エリゼグユニで行われたニコラサルコジから、フランスはオランドへの権限異常式。権限異常式は、フランス第五共和制における大統領就任式。大統領に授与される、レジオンドヌール君章継承フランス語の、インベスタッチャーには、授与の意味があり、新しい大統領の就任を内外に、宣明するという儀礼的要素より、 前大統領からの業務の引き継ぎに重点が置かれることから権限異常式と呼ばれる。新大統領はエリゼグに赴き、前大統領と非公開の会談をする。この時に大統領の職務の引き継ぎと国家機密の伝達、さらに核のボタンの引き渡しが行われる。これら実際的な大統領職の継承が行われた後に大統領宣誓式という 新大統領の誕生を宣明するための儀礼的要素の強い式典が公開で行われる。エリゼグーの祝典の間に招かれた新大統領は憲法裁判所長官による大統領選挙の結果の読み上げによる大統領であることの正当性を改めて宣言された後、大統領就任に関する文書に署名する。その後、新大統領には、 レジオンドヌール勲章の最高等級である軽食が授与され、フランスの最高権力者の権威を身にまとう。これによって、新大統領は、名実ともに大統領となり、ここで大統領としての最初の演説が行われる。これらエリゼグーでの儀式が終えると、エトワール外旋門の無名戦士の墓地に向かい、フランスのために神妙を捧げた先人に権威を表した後、 パリ市街をパレードする。パレードで使われる車両は代々、シトロエンが提供している。大統領の権限異常式が終わると、大統領が新首相を指名し、首相府のある町日ン館でも同様に権限異常式が執り行われる。現在の権限異常式が行われるようになったのは、1959年に第4共和制の最後の大統領。 ルネコティから第五共和制最初の大統領シャルルド、ゴールに大統領職が継承された時からである。ありがとうございます。